します、はい、今日の写真のテーマはこちらです、はい、でも元気です、何かがあるけど元気という写真ですね。こちらの写真ご覧ください。羽曳野市にお住まいの安岡さんからいただいた写真です。近所の用水路で元気な赤ちゃんをマガモが産みましたという写真なんですが、1、2、3、4、5、6、7で7分ちゃんなんですよね。ちゃんとお母さんの後をくっついて歩くんだそうです。ただこの用水路、空き缶やゴミ、生活のゴミがよく投げ捨てられるということで、まあ、お世辞にも綺麗とは言えない環境なんですよね。良い環境でね、そうそうそう、やっぱね、生まれたばっかりのもののためにも綺麗にしたいなというふうに安岡さんもおっしゃっていました。でこの用水路、実は他にも様々な生き物が住んでいまして、カメ、サギ、コイなんかも大勢いるんだそうです。そうですか。この写真今ちょうどカメが、カメです。これちょっとこうコロンと低いカメの写真なんです。まあ、マガモもカメも多くの生き物がこうやって住んでいる用水路ですので、まあ、私たちのちょっとした気配りでより住みやすい場所にしてあげたいなと思いますので、ね、元気に育ってほしいですね。写真ありがとうございました。今日は一旦梅雨の中休みに入って。